胸骨筋は胸部の筋肉。胸骨の片側あるいは両側で大胸筋の表面を胸骨に沿って重曹、または遮光する。ほとんどの人には存在しない、いわゆる破格筋で10%程度の人に認められる。日本人では若干多い。基部は胸骨柄が多いが、胸骨体や鎖骨の場合や、胸鎖乳突筋から派生する例もある。 低脂部は大胸筋に合流する場合もあれば、腹直筋と合流する例もある。二頭に分かれて、一方は鎖骨と並走する例もあるなど、人によってかなりバリエーションがある。体を動かす上で特に何の機能も持たず、あってもなくても問題がない。なぜできるのか、なぜ存在するのか、よくわかっておらず、神経支配も詳しくわかっていない。 小さい筋肉なので気づかれないことが多いが、マンモグラフィーやボディビルで発見されて驚かせることがある。また、首の筋肉の再生手術に利用されることがある。大胸筋を鍛えると体表から観察できるようになる。他の破格筋と比べると出現する確率が高く、しかも目立つ位置にあるのでわかりやすい。ボディビルコンテストでは他の人には存在しない小指ほどの太さの筋肉が、 胸骨の近くについている選手がしばしば見られる。トラベルシモンズ、マイオーファシャルペインディスファイクション、ザトリガーポイントマニュアル。ありがとうございます。